こうですか。そうです、もうちょっと肘を入れるぐらいの感じで、でゆっくり肘を引いて、そうです、触れないように持ってくる。あそう、びっくりした。おはようございます。ということでですね、今日はですね、今から東京に行くんですけども、ある用事がありまして東京に行くんですけども、東京に行く予定があったにもかかわらず、昨日アートメイクをしてしまって、顔にゲジゲジがいるんですけど、もう気にせずにね、今日はゲジゲジを一緒に連れて東京に行きたいと思います。なので先に言っとく、今からコラボしに行くんですけど、ナースケさんとコラボさせていただきます。僕は脳みそが筋肉な24歳、社会人、今日も朝から脳筋です。なのでナースケさんのファンの方がこの動画を見て、なんやこのゲジゲジ女とか思うかもしれないんですけど、ご了承くださいね。これはアートメイクの2日後なので、間違えました、前日にアートメイクをしているのでこんなことになっております。正直自分でもこんな濃いってなるんですけど、まあ仕方のないことなのでこれでいこうと思います。で今日の企画はなんですけど、動画を2本撮る予定なんですね。で1本はまあ普通に1個企画を考えていてそれを撮るんですけども、もう1個はナースケさんに伝えてなくて、それがですね、ドッキリをしようと思いまして、2個前のコラボの時か、ナースケさんの時にあっちがドッキリっぽいことをしてきたんですね。とりあえず名前を間違えるっていう。なんかいつも幸子さんはどうやってやってるんですか。さくらな。さくらな。なので今回私が仕掛けてやろうということで4つほど用意しました。でそれを先に言っときますね。ナースケさんの方で撮る動画で筋トレともう一個撮るんですね。でその筋トレの動画の時に私がドッキリを仕掛けていきたいと思います。1つ目のドッキリは平坦なところで突然こける。まあこれは別にドッキリっていうか、どんくさくねってなるだけかもしれへんねんけど、まあとりあえずこける、その時のナースケさんの反応を見たいと思います。2つ目がじゃじゃーん、なんかこれはおならの音がする機械なんやけど、これをトレーニング中にやたら鳴らそうと思います。サクフィットネス、おならしすぎじゃないって思うと思うんやけど、それを言ってくるのかどうかですね。これもちろん無味無臭なんですね、このおならが。なのでその時の反応を見ていきたいと思います。で3つ目が湯がく前のパスタあるじゃないですか、あれを口の中に2、3個入れて、んで首痛いって言い出して、首やったかもしれへんって、ちょっと見てほしいみたいな感じでカキッてやるときにそのパスタをガキッて噛みます。そしたらめっちゃ首が折れた音がするらしいね。なんでそれを試していきたいと思います。で4つ目が友達に LINE でプロタンさんのトップガンにしてほしいって言って、でプロタンさんのトップガンにして、名前をプロタンに私プロタンって変えとくんで、その人からコラボ中に電話がかかってくる。でナースケさんから見たらプロタンさんから電話がかかってきたように見える。でそれをわざとナースケさんに見えるように言って、そのコラボ中にプロタンさんからコラボのオファーをしてもらえるっていう夢企画ですね。なんでプロタンさんから電話かかってきた、えってなって、いやなんで LINE 知ってるんっていうところなんですけど、まあ、そこは置いといてっていう4つでいきたいと思います。眉毛のコンディションが抜群ですね。早速東京に行きましょう。はい、ということでね、今ジムにおるんですけど、さっきもナースケさんの方での筋トレの動画は撮ったんですね。で私は今からナースケさんに追い込んでほしいって言ってパーソナル系の動画を撮ろうと思うんですけど、これは全て私はもうトレーニングに集中なんてしません。ドッキリに精神をかけたいと思います。最初の冒頭でもお家で説明した通り、4つぐらいドッキリかけていくんですけど、まあ1つ目はこける、で2つ目がおならですね。マシンはこれになるんですけど、 Amazon で3000円ぐらいでわざわざ買ったんですね。でこれをここに仕込んどきます。でカメラマンにいいタイミングでボタンを押してもらいます。でこれボタンでなるんですけど、いきますね、聞いといてくださいね。めっちゃリアルでこれの一番の懸念点としては自分が笑っちゃわないかどうか。でも結構ジムが暗かったんで、笑ってるのもマスクしてるのでちょっと我慢できるかなって。でちょっとえっみたいになったら、え次のレッポお願いしますとか言って流そうと思うんで、バレないように頑張りたい。ただただ背中を床につけて寝ながらやるトレーニングとか、それはちょっと嫌やって言おうと思うんで、
まっすぐ腰はしときたいって意味わからん要望とかも言っていこうと思うんで、それでトレーニングしながらこれが鳴るっていうのが2つ目のドッキリで、もう1つのドッキリが朝も説明したんですけど、パスタを口に含んでどんな音するか、いくよ。で、ナスケさんがえみたいなっていうのが多分取れると思うんで、これを楽しみにしたいと思います。ということで、ナスケさんのドッキリやっていきます。いきましょう。ということでですね、ナスケさんとの2本目はナスケさんにパーソナルをしていただこうと思いまーす。もう2本目なんで調子がいいですね。調子いいですね。ナスケさんがね、パーソナルの資格を取ろうとしてるんですよね。そうなんですよ、実は。なんで、はい、ちょっとだけ教えてもらおうかなと思って。おー、本当ですか。どこの部位とかあんまりこだわりないんで、はい、まあ全種目できたらいいかなって感じで、さらっと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 全種目できたらいいかなって感じなんで、はい、さらっと全種目を教えてください。わかりました。やりましょう。任せてください。任せてください。ついていくんで、なんか、あ、もう本当にそういう感じなんですね。じゃあ、これやりますか。あ、それは嫌です。はい、嫌です。あんまり寝転びたくない。ああ、そうなんですね。ずっと立っときたいです。ずっと立っときたい。開いた開いた。おお。最近よくこける。いや、わざとじゃないです。わざとじゃないですよ。ケーブルでやらせてもらいます。ケーブルやりましょう。じゃあ、人に教えるとかあるんですか。ないですよ。ないですよ。はい、仕掛けだけ取ってる。ナスケさんの胸トレを習得しようの回です。はい、じゃあもう僕が結構好きなトレーニング、こうやって開いて、はい、このままもう胸張って、はいはいはい、このまま肘を近づけるように持ってくる。はいはい。そしてゆっくり戻す。肘は曲げたままですね。肘は伸ばしてますね。伸ばして、あ、なるほど。はい、あ、OK です。これを、いきましょう。いきましょう。では、いきたいと思います。はい、しっかり胸張って、これやりますか。やります。あ、いいですね。あ、結構重いですね。重いですか。あ、重そう。よし、で、ゆっくり戻して。重いですよね、結構。ちょっと、重っ。あ、でも、肘をつけて、そうです、そうです。こうですか。そうです、もうちょっと肘を入れるぐらいの感じで、で、ゆっくり肘を引いて、そうです、触れないように持ってくる。あ、そうだ。あ、そうだ。びっくりした。次行きましょう。次。大河の声聞こえないですか。大河の声。大河の声が聞こえないですか。いや、何の事故。なんか出ちゃった。やだ、なにこんなの。ナスケさん、あれ、はいはい、集中してやりますか。じゃあナスケさん、トレーニング中にやめてください。結構あれですね、腸の調子いい。腸の調子が大丈夫です。なんで、なんで笑ってるの。ゆっくり。じゃあラスト。ラスト。2回ぐらい。2回ぐらい。ゆっくり回す。そうです、そうです。あんまお腹近いですけど。なんですか。変にあんまりかけ。OK です、OK です。あ、よかった。はい、ちょっとやめときましょう。お疲れ様です。いやー、お疲れ様です、本当にもう。すいません。いやいや、もうなんて言うの、いや、すいません。最高のトレーニングですよ。スクワット、スクワット、スクワット、今日おっしゃった。あれじゃないですか。じゃあサイドレイズでいきます。あ、サイドレイズ、それなら結構いいですね。サイドレイズ結構首とか痛めやすいんですけど、私。はいはいはい。まあでもやってみます。なるほど、わ、はい、かりました。じゃあちょっとまあ軽いレップでいきましょうか。はい、ポイントはまあやっぱりチューブっていうのはちょっと後ろ目についてですね。へー。
だから少し前かがみになると、あ、こうですね。そうですね。なるほど。で、まあ、このまま下げて、ちょっと上げてみましょう。結構いつも片方ずつやるタイプですか？ 5-4-3-2-1 セットです。なるほど、いいっすね、そのセット効いてます。いいっすね。1-2-3。あとここから10回するんですけどね。あ、じゃあやりましょう。でもちょっと首が痛くなってきて。じゃあもう3回ぐらい。1-2-3。でもなんか首痛い。首痛いですか？首にちょっと力が入ってきた。首痛い時はちょっとでも。怖い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 。え、大丈夫ですか？桜井さん、桜井さん、あ、やばい、帰りたい、もう帰りたい。ちょっともうボロボロじゃないですか、体。あ、治った。こんにちは。治った。次何ですか？次難しいな、パーソナルトレーナーって。次は、ケツ行きましょう。開けちゃったっけ。お尻じゃあ行きますか。はい、背中つけたりつけんかったりするんですけど、どちらの方が効きます？いつもつける。しっかりつけて、背中支えていきましょうか。じゃあ、はい、ゆっくり閉じて。そうです、最高ですね。いい感じです。最高です。最高のトレーニング。じゃあ携帯で動画撮っておいた方がいい。携帯動画です。1-2-3。痛いですか？どこが痛いですか？お尻。お尻、あ、効いてるってことですね。なんかいろいろごめんなさい。いやいや、もう全然、もうそんなありますからね、本当に。なんか変でした。いや、全然。パーソナルトレーナーにはなれそうですか？いやー、ちょっと難しいかもしれない。どういう点があるんですかね。いや、でもやっぱり瞬時にね、こうやって臨機応変に。臨機応変に、そうです、そうです。やっぱり動揺が、うん、なんかいや、そういうのもありますからね。ナスケさん。僕です、今の。はい、ということで今日はこの辺にしたいと思います。パーソナルありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ楽しかったです。はい、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。何か変でしたか？私、まあまあいい音だったなとかって。まあ、一つ目はこれですね。何ですかこれ。抜いていいですか？おーおーおー。え、あ、出ちゃった。何これ、出ちゃったじゃないですか。じゃあ、あげます。いや、いらんわ。じゃあ、あと2つおかしなところありましたね。なんか首いっちゃってましたね。あれ、パスタだったんですか？パスタです。やば。その一つは、最初にこけたところから始めたんです。なんだ、もう全部飛んでた、その前の記憶。こけたのと、はい、パスタと、はい、おならですね。けどもう一個本当は携帯渡したのはプロタンさんから電話がかかってくる予定やったんですけど、電波の状況が悪かったということで、私が初めてのドッキリをしてみました。このドッキリがいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、以上です。終わりです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。さあ、ラスト。OK、3。ゆっくり引いて。